まず監督さんのお名前とチームのお名前をお願いします。小野峰夫です。トヨタジュニアライトというチームです。はい、チームの設立はどのくらいでしょうか。66年です。昭和66年。はい、監督さんをされてどのくらいになるでしょうか。今48年。じゃチームと同じということですね。そうです。すごい長いですね。はい、練習の日時ですね。まあ、どの日祭日。土日祭日ですか。場所は大体どの辺でやってらっしゃるんですか。川河川敷、川病院前です、ね。そうですか。はい、去年と今年のなんか主だった成績がありましたら教えてください。去年も今年も一応江戸川代表で、はい、おめでとうございます。強豪ということですね。はい、はい、チームの考え方を教えてください。社会人になった時に通用するよう、それを目指しています。企業選手になる。企業選手、費用、部費とかは大体どのくらいかかってるでしょうか。はい、部費、あの部費です。費用、はい、費用は月1500円。1500円ですか。はい、合宿などはやられてますか。やりません。やってない。はい、今選手は全部低学年高学年合わせて何人ぐらい。はい、38人です。はい、やっぱりチーム分けてやられてるんです。はい、はい、練習試合でのご父兄のお手伝いは必要でしょうか。審判やっていただいたり、はい、お茶出していただいたりそれはやりますけど、はい、なるべく父兄に負担をかけないように。はい、体験参加などはやられてますか。やってます。はい、最後になりますけども、まあ、監督さんも長い48年やられてると思うんですが、監督をされてて良かったこと、今とはいっぱい人間があって子供たちの笑顔が作って、なんか今悩んでることとかございますか。ありません。すいません。はい、わかりました。今日は一応オール、公演の監督をされてるということで、大体何チームぐらいの、選手からの選手を出てらっしゃるんでしょうか。今夜では14チームなんですけど、はい、そこから選ぶ。あ、そうですか。はい、これから決勝ということで頑張ってください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。